皆様、こんにちは。こんにちは。フラテテリ吉田香織でございます。いつもフラロゴをご覧くださいましてありがとうございます。本日は女性起業家きらめきインタビュー第36弾をお送りいたします。本日のお客様はトレランスアクト代表でいらっしゃいます前原恵子さんをお迎えしております。前原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の質問です。お仕事内容をお聞かせいただけますか。はい、一言で申し上げますと、教育サービス業となります。学校、それから企業様、その他いろいろな社会人講座等々で、講座研修を受けたまわっております。私自身も講師として教壇に立たせていただいております。学校では先生として、はい、もうずっと長くてらっしゃるという感じだったんですが、はい、私25年目になります。すごいですね。ありがとうございます。主に秘書関連の秘書教育に携わっておりましたので、対象は、まあ、前半は女子学生が圧倒的に多く、最近は就職用の就職対策マナー講座や面接講座等々もございますので、男子学生の方、またその他、弊社ではマナーだけではなく IT 系、ビジネス系、から医療系、また会計、簿記会計等ですね、そういった科目の講師も承っておりますので、そういった形で最近は男子学生に接することも大変増えております。ジャンルはもう広いということなんですね。はい、幅広い、もうお客様のご要命に合わせまして、ありとあらゆる講師が揃っております。そんなことができるようになったのはどんな理由なんですか。25年なさっていて起業して4年って伺ったんですが、はい、その21年に何かあるような気がするのですが、そのあたり伺っていいですか。はい、ありがとうございます。まず私自身が一つの学校、専門学校で専任として、また短大で非常勤として、仕事をさせていただいておりましたが、その中でまたその組織が社会人講座を立ち上げましたので、そういったところで、ご用命いただき仕事をしていくうちに、いろんな方とお知り合いになり、講座をご覧になった方々からお声がかかり、そしてどんどん仕事が増えてまいりました。また、いやそんなことはない。本当にややちょっとこう、私師として尊敬している方はいますけれども、私自身の仕事としては秘書教育っていうのを本当に立ち上げた時からこの世界に入っておりますので、モデルとなる方がそんなにいらっしゃいませんでした。それで独自でテキストも作り、独自で講座も立ち上げていかなくてはいけなかったので、そういう意味ではもしかしたらちょっと変わってるのかもしれません。でその体験型学習と申しますけれども、ロールプレイングと申しまして、役割を演じながらって声を出す、動く、そして変わっていく、で分かるのではなくてできるということを目標としております。気づき、気働き、気遣いですね、そういう3つの気と、一番私が常に言い続けて25年間言い続けてきたことは、やる気、元気、本気、この3つの気なんですが、これを自分の中にもちろん取り込むことと、それを相手の方にそれが伝わる、というのはやはり自分の姿勢であったり、声であったり、目の輝きであったり、そういったものをですね、ですからその人自身が変わっていくこと、それプラススキルですね、技能を身につけていく、ということで、人は学ぶことは感動、知ることは感動だと思うんですね。だからその新しいことができた、新しいことを覚えられたって、そこの喜び、嬉しさ、そういったことがやる気を促し、そして、そこから人間が成長していく、そういうことを一緒に学生さんであったり、最近は企業研修が多くなっておりますので、社会人の方々と一緒に、
やっていく、共感しながら、まあ、教育、まあ、共に育っていくというのもありますけれども、そうやっていくことで自信を持ってもらいたいというところですね。やはり何かができるということをやれたということが大きな自信になってくると、その人自身がまたさらに自分で考えて成長していこうとしていきます。そういった講座を運営していきたいっていうのが私のいつも考えていることです。はい、素晴らしいですね。マーダーさん自身の経験がそのまま秘書を育てるっていうところに最初から役に立って、はい、その何十年間の体験が今いろんなところからやる気元気本気を、はい、教えて教える伝える、そうですね、教えるというよりも、感じてもらうって、あ、そうですね、分かるんじゃなくてできるんですよね。できる、感じていただき、考えていただき、そしてできる、話すっていうこともただ言葉を知っていればいいかっていうこと、そうではなくて、相手の気持ちであったり、そのシチュエーションであったりするものを感じ取って考えないと言葉は出てこないと思うんですね。ですから一言でコミュニケーション力を上げるって言ってもそう簡単なことではないと思うんです。で、この世の中はやはり人と出会うこと、いい方と出会うことが良い運を自分のものとしていくことができると思いますので、私自身が今までやってこれたのは本当にいい方々と出会えたから、それだけなんですね。それに尽きるんです。それといただいた仕事を一回も断らなかったっていう、できるできないじゃなくって、いただくときは、新しいことだななんて思うんですけれども、それをどうにかして、クリアしたい、どうにかしてそれにお答えしたい、でも常にこう必死でやってきたんですけれども、そういったことで自分自身の仕事の幅もどんどん増えていきましたので、やはり人とのご縁で、 今現在は弊社の講師として学校や企業で活躍してくださってる多くの先生方のお力添えがあるということですね。本当感謝、感動、感心、これが私のいつものモットーで、そのおかげでここまで、そういう方の手助けが、はい、たくさんの手助けがあるというのは、マハルさんのお人柄ですよね。はい、素晴らしいお仕事、ありがとうございます。はい、いい、それでは2つ目の質問です。そのお仕事をなさる上において、キラキラきらめいてるなっていう時、場面を教えていただけますか。はい、ちょっとずずしいお答えになるかもしれませんが、私自身が講師として今も週、この1ヶ月は週4日ぐらい教壇に立ってます。みんなが一斉に私を見てくれまして、私が教壇で右に行ってふっと見るとみんなこっちを見てます。で、こちらに動くとまたみんながこうやってついてきてくれます。で、そうやってみんなが一生懸命聞いてくれる。で、また企業研修や最近は病院研修が多いんですけど、病院は非常に忙しい現場です。で、その仕事が全部終わられた夕方から研修をさせていただくんですが、院長先生、院長全員が集まってくださって一生懸命聞いてくださるんですね。で、その時に終わってこう拍手をしてくださるんです。その時にもう本当にこの仕事をしててよかったと。ね、先方から見て私がキラキラしてるかどうかは別として、私自身の心の中はもうその時はもう輝いてます。だから講師はやめられません。素晴らしい、素敵ですね。やっぱりキラキラきらめいているから皆様が見る、皆様が聞いてくださる、だから皆様にも結果がある、それを見てキラキラできるんですね。素敵ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい。それでは3つ目の質問です。そのきらめきを感じるために何か心がけていることがあったら教えてください。はい、大きく分けて2つあります。1つはまず常に、私舞台とかよく言うんですけど、その皆様の受講生の方の前に立つときにはベストの状態でいたいんですね。ですから心身ともに健康であるということ、今まで一度も私穴を開けたことがないので、健康でいるということをかなり気を使います。それから2つ目は受け
からエネルギーを、最終的には皆さんからエネルギーをいただいて私は終わるんです、元気なんで終わるんですけど、例えばよくまた学生さんにも話すんですけど、頭が痛い人はこの授業を受けてくださいねって、きっと終わる時にはすっきり元気になってますよって、うん、そういうこう分かりやすくて得したな、元気になる、まあ、研修や授業ですから、心の温度を上げる研修講座授業を私はやっていきたいんですね、うん、ということは心の温度を上げるということは、私自身の心の温度が上がっていないとですね、それは無理だと思いますので、常に私自身が心の温度を高く保てる、特にその仕事で講師として立つときはと思ってます。また内部 の講師の先生方、またお客様とお目にかかるときも、常に終わったときには心がちょっと温かくなっている、で終わるというふうになるように心がけています。元気でいる、心の温度を上げていくような状態にするため、自分自身の心も温度を上げて心がけていること、その2人、はい、そうです、はい、私も見習っちゃう。ありがとうございます。いえ、それではもう最後の質問です、最後の質問は、個人として今まで一番キラキラきらめいていたなっていう時を教えていただけますか。はい、本当の個人としてはやはり、2人の子供に恵まれたということですね。その誕生がもう私の人生の中では一番、貴重で大切なことだと思っています。で、仕事に関連した個人としては、私卒業生がですね、例えば2年間ほとんど同じように、担任として、接してきた、ほとんど毎日ですね、接してきた学生だけでも1000人超えるかと思うんですね。で、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月毎週のように授業を持ったとか講座を持ったっていう学生さんで言っても、もう多分5000人近いかと思うんです。で、その中で特に2年間就職指導まで、支援してきた、指導してきた学生の最初の方の学生さんはですね、その後に学生さんが入ってきますから、正直もう目が回るほど忙しくて、近くまで来たのでとか電話いただいても、もう今日はとても会う時間ないわよとか、またはかわいそうだったのは、会議の間に先生、卒業生がずっと待ってますよホールでなんて言われても、5分ぐらいしか話ができないとか、そういったこともあるんですが、結婚式に呼ばれるんです。多い時はもう本当毎月毎月毎月で、その時に挨拶を頼まれることが多いんですけれども、本当に親と同じような気持ちで、またご両親の喜ばれるお顔を拝見しながらですね、スピーチをさせていただくときが本当に幸せですね。キラキラってキラキラっていう時かもしれませんね。そんな気がします。次ですね、2人のお子さんのほかに、はい、たくさんのお子さんがいらっしゃるわけですね。もうきらめきだらけですね。そうです。母の日とですね、私誕生日がとても近いんです。今年同じだったんですけど、それで卒業生がですね、いろいろお花を送ってくれるんですよ、うん、で、その時ばかりはリビングにお花だらけになって、とてもありがたいなというふうに思いますね。本当ありがたいと思います。はい、素敵です。素敵なきらめき、ありがとうございました。ありがとうございます。女性起業家きらめきインタビュー第36弾も終わってしまいました。この、起業家きらめきインタビューは、今回のお客様に次回のお客様をご紹介していただくというシステムをとっております。ということで、前原さん、次のお客様をご紹介いただけますでしょうか。はい、次の社長は株式会社医療情報科学研究所代表取締役の滑川様でいらっしゃいます。ありがとうございます。それでは次回は滑川さんをお迎えしてお送りいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。